皆さんおはようございます。塚地です。将棋ウォーズ10分切れ負けの実況をやっていきたいと思います。あなたが後手です。相手の方一級の方になります。対局開始。では天飛車。畳の囲い。力士賢者に関ついてはちょっと変な感じですね。桂馬跳ねてくるんでしょうか。まあ、ポンポン系の筋が今すぐはないので6七銀もあるっちゃありますが、ちょっと突きにくいですね。様子見ますか。畳の囲い。ああ、銀が出てきましたね。ああ、四五歩ついてきましたね。取ると角がすぐ変えてしまいますね。あー強気ですね。同角同角同銀は6五歩で撤退させられますね。まあ仕方ないですね。同銀と取りましょうか。銀がそっぽに生かされてしまいましたね。これはちょっと厳しいですね。どうしようかな。まあ、6六歩と一方的に取り込まれるとちょっときついですね、これ。七七地形、6六歩、6五歩。同銀、難しいな。七
8一桂6六歩、6五歩。でも角道取ってますからね。7一桂6六歩、6五歩。同飛。まあ同飛は8八簡単に抜かれちゃいますね。これは難しい。七七九成で取ってきましたね。銀がそっぽなんで、同銀と取りたい気持ちはあるんですが、飛車走られてどうなんでしょうね。あ、銀できましたね。まあ、持ち駒に歩があれば6三歩と打ちたいんですけど、ちょっと歩がないので、これはちょっとかわしづらいですね。どうしようかな。まあ、6六銀は同銀、同角、同角。6六銀、同銀、同角、同角、同飛は取れませんのでね。難しいな。どうしよう。まあ、七五歩同歩七六歩のような攻めは嫌ですね。ぶっちゃけね。まあ、銀取りなんで、それはかわしますよね。まあ、これ、同飛だと6五歩で止められちゃうんで、角で行きたいところですが、果たしてうまくいくでしょうか。あー、これは手筋ですね。ん？まあ、角で取ると飛車交換ですか。まあ一応銀得にはなりますね。ああ、6七歩。なるほどね。まあ無難に4八飛と回っておきますか。ちょっと持ち時間の差がちょっと厳しいですね、これ。まあ同銀は同角とさばかれてしまいます。4四銀とで同銀同角に5五銀で止まるじゃ止まりますかね。どうなんだろう。
2分30秒。ちょっと攻め手が難しいですね。どうしようかな。2分。ああ、出てきましたね。4六歩ですかね。あ、4三に打ってきましたね。さあ、押し切れるかどうか。5七角成も気にはなりますけどね。あ、銀打ちですか。これは飛車上がりに4六歩同ということですかね。あ、2歩で打てないのか。桂打ちですか。ああ、歩成り。なるほど。まあ、いっちゃいますかね。同金。決まるかな。4四金出ても同金同飛で、大したことはないと。いうことですね。まあ、4六歩と打つ手も残ってます。筋悪いかな。来ましたね。もうここは行っちゃうしかないでしょうね。30秒。20秒。歩を払われちゃうのはちょっときついんですね。時間切れです。ありがとうございました。参りました。いやー、また達成率が下がっちゃいましたね。ちょっと一人感想戦やってみたいと思います。まあ、最初右四間飛車かなと思っ
たんですが、ちょっと違う構えですね。雁木ですね。まあ、5四歩の一手が疲れてないことをちょっと咎められましたね。8四歩の代わりに5四歩の方が良かったかもしれません。これで七角と取る展開はどうだったんでしょうね。まあ、角の射線が気になったので、まあ、5五桂と打ちました。まあ、5六銀上がる。4四銀、同銀、同角。まあ、これ8六角を含みにはしてますが、まあ、ちょっと6筋からのね、逆襲を試みては見たんですが、やっぱり相手の方の方がいって早いですかね。4二の地点には角も効いてますのでね。それにしても超早指しでしたね、相手の方。早指し力 3.1 か。それ早いわけだ。まあ、私ちょっと早指しはね、苦手なので。私の早指し力 1.7 なんでね、ちょっと早指しは苦手だったんですけども、まあ今回も勉強になりました。はい、今回の動画は以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録、YouTube のコメントへの返信などありましたら、非常に嬉しく思います。それでは今回はこれにて失礼いたします。ごめんください。ご視聴いただきましてありがとうございました。